こんにちは。今日最初1時間は、森崎陸選手のパスセッションです。知ってる人、ほら優秀ほとんど知ってるな。ハーフで、じゃあ自己紹介。ポジションはハーフで、高校ニュージーランドに行ってて、でサントリー行ってニュージーランドに行って、昨シーズンまでトヨタ自動車記者とでプレーして、また来月からちょっとニュージーランドに行くんですけど、まあ、ニュージーランドと、まあ、プロのその世界で学んだちょっとパスを今日ちょっとやりたいと思うんで、よろしくお願いします。ほとんどルースはじゃあニュージーランドってことやんな。そうっすね。みんなで失敗しながらやっていきましょう。オッケー、じゃあボール使っていく。ちょっとスクリューパス、みんなこう投げりゃ、ラグビーしてスクリューパスこう回すと思うんやけど、ボールのボール回すとき、このボール回すとき、まずこのスナップ、手首のスナップ、よく多分言うと思うけど、このスナップでこう回す、これちょっと感覚をみんなに覚えてほしいんで、こう各自でいいから、この場で片手ね、片手でこのスナップ、スナップ、はい、真似してこのスナップ、そう、できるだけボールは掴まず、掴むとスナップしにくいから、まあ、置くだけ、そうで、できるならこう、結構今見てるとみんなこうボールに対してこう向きに対して手がまっすぐなってる、これスナップしにくい、ボールに対して手はこう横、横、そう、縦じゃなくてこう横、そう、ナイス。したらもうちょっとスナップしやすくなるから、そう、横、ボールに対して横向き。次、2人1組になるから、2人1組ボール1球で、さっきやったスナップを意識しながら、ボールは横でいいから、最初この腰の位置からこのスナップを使って次前に通して、スナップ、OK、スナップだけ、そう、立ち上げ、横でいいの、横、スナップ、そう、スナップ、後ろちょっと見て、そう、スナップ、まずスナップ、結構見てるとみんなのパス、このスナップの意識はすごいいいんやけど、腕ですごい回そうと、これでこうやってこう回そうとしてる、これやとやっぱりボールはこう下に落ちていく、だからこの練習はイメージはこうボーリングしてるイメージで、下から上からこう下に落ちるんじゃなくて、下からで、そう、イメージはこう手のひらを最後こう上のまま腕で回すんじゃなくて、このスナップだけ、これちょっと意識して、もう一度からグーです。ナイス。スナップ。下から上。イメージ下から上。ボール。スナップ。この時にさっきも言ったけど、ボールを掴んでしまうとうまくスナップ使えないから、しかし手は下に入れる、下、そう、ボールの下入れたらスナップ使えます。立ってるよ、体、立ってる。これじゃあやっぱりパスするときに
こう力が体の力が伝わりにくいからちょっと前傾ちょっと膝曲げる、ね、でここにちょっとスペース作る自分のパスする通るスペース作るこうちょっと曲げる前傾前傾、ね、パスする時に体がこう開く開いたらその分ボールが動くだから低く低くパスしたパスしたと開かない我慢そう肩は内側の肩は上がらないここそう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 絶対前傾体開かない OK 体開かない、OK、これちょっと意識してもうちょっとやっていきましょう、OK、うまいねはさっきのスナップでスナップでもう一個の方のまあ添える方の手はこうボールの持つ位置としたら親指はちょっと縫い目にそってこうプラスになるようにちょっと置くであこれ見えるこうこうこういう感じでちょっといい、ま、悪い例はどうなの悪い例はこう親指がこう一緒の方向を向いてる、OK、これだとこっちのあのこうボールをコントロールしにくいから、OK、こうできるだけこうこれさっきのスナップは一緒ね意識一緒でこっちの添える方の手はこっちはスナップしてこれをちょっと押してあげる下にやるんじゃなくてこう上にこう弾く分かるこうスナップで親指は相手に押し出すイメージこうスナップ使うためにまあさっきも言ったけど結構あの見てるとボールをこうやっぱこう投げるときにこのまま上から押さえてこう投げ落としてるやっぱりこれやとスナップが使いにくいだからちょっと意識してほしいのはパスする前もちろんキャッチしてパスすると思うのでここでパスする前にさっきも言ったけどこの手を下に入れる手下に入れたらさっきの片手と一緒のポジションに持ってくれるからスナップが使いやすい。これちょっと入れる。一回。巻き込む。そう、ナイス。巻き込む。そう、ゆっくりでいいから、ここからセットして、巻き込む。これちょっと意識して、もうちょっとだけやっていきましょう。次、ちょっと、下半身。パスするときにやっぱり手だけでパスするとどうしてもパススピード出ないし遠い距離飛ばそうとするときにやっぱりどうしても限界があるから次はちょっと下半身使っていきますで上は一緒にもうスナップとか前傾とか一緒で次パスするときにちょっと意識してほしいのはこの後ろの足をパスするときにこの股関節ここを地面蹴ってここを相手伸ばしにここれちょっと意識してほしいパスとするときに一緒に伸ばすこっちにそうナイス一緒にしたら早いパスにスピードが乗って腕だけじゃなくてこの下半身の力一緒にこれを伸ばす蹴って伸ばす地面蹴って相手のパスする方向に伸ばすじゃあ次キャッチ&パスいきます
シンプルで、この人はポッカしてあげる、ポッカしてポックしたら投げてで返す。真ん中の人があれね、こう練習パスちょっとしてそうここポックしたんだ。ここで取るやん、これ1で、こっからはみんな投げない、多分こう投げやすいポジションに戻して投げると思う。これ1、2、5、3、これ3ステップかかってこれ分かる ?3 ステップ。これちょっと意識してほしいのは、キャッチするときこれをハンズアップするよ、ハンズアップはするけど、できるだけ吸収してほしくて、これ何でかっていうと、ここで取ったら1、2、3、さっき言ったこれをこの位置をなくすことで、ここからこの状態から吸収したらすぐ投げれる。分かる？この位置がなくなるから1、2、3が2になる。これをちょっと意識しながら、パスのところは一緒ね、ちょっと吸収、ハンズアップして、ハンズアップして吸収、吸収、最初歩きながらでいいから、さっきのやったことを意識する。入れ込む。スタップ使う。前傾しながら、まっすぐ動きながら、動きながら。できるだけ止まらずにする。いいよ、どんどん行って、どんどん。みんなここからパスするときに顔も体も全部こう一気に見ずにまっすぐだけ見てこうバッ。これやと相手どこにいるかわからないし、やっぱ体がこう開いてしまう。だから次ちょっと意識してほしいのは、前もちろん前を見る、前を見る、先首だけ振る、体はまっすぐ、まだ首だけ振る、パス、そう、首振る、そう、首、体は開かないけど首先振る。 OK、 これちょっと意識しながらやっていきましょう。アタックの時、パスしてない時とか、ボール持ってない時何してる？声出してハンズアップして。声出してハンズアップする。いいね。ここいいよ、声出す。声以外に、なんかコミュニケーション以外にやること何してる？なんかしてることない？みんなさ、多分アタックの時自然にしてると思うけど、こう前見て、こうスペース見つけようとしてるよ。わかる？ OK。 だから次ちょっとだけ難しくしていきます。常に赤か青か黄色をこう変え続けるから、もちろんパスするときはちゃんとパスにフォーカスしていいんやけど、それ以外のときできるだけ前見る。そう歩いてていいよ、歩いて、こういうイメージ。正直、いい感覚やったかどうか聞かせてな。多分今まで自分がやってきてなかった形のことも教えられると思うし、最初癖づいてへん相手ってやっぱりいい感覚なかなかつかみづらかったりもすると思うけど、ちょっとでもいい感覚つかめたか、なんか今日はまだ難しくて普段にいい感覚つかめへんかった。いい感覚つかめた人、ちょっとでもちょっと今日は普段よりもいい感覚じゃなかったんでしょ。
これあるんですかね、年代によって中学生の方が自分の癖が熟練してる方が多分ある。なるほど。高太郎なんかめっちゃあるんじゃない。あ、今回のリクが教えてくれたことにいい感覚がつかめたら、あとは多分それをこうより自分の中でいい感覚に、俺も最後マーカー見てとかっていう風に負荷がちょっと上がったら、ちょっとスナップで弾くことを忘れてたり前傾忘れてたりっていう風に俺もあるから、いい感覚になったらそれをこう試合で出るのは無意識にプレーできるレベルまで落とし込んで出るから、それをひたすらやって、でクエストのアカデミーでもやったけど負荷を上げたりして、それが自分の中でこうスキルとしてしっかりと定着するように、やっていってください。で、今まだいい感覚がつかめなかったっていう人は、俺もそうやけど、新しいスキルとかやったらやっぱり自分の今までの癖があったり、今までやってたのと違うから最初やりづらさっていうのは絶対に生まれるんやけど、それは最初今までと違うからやりづらいだけなのか、もしかしたら自分には合ってない形なのかもしれんから、それっていうのは自分でやっていきながら、みんながみんな同じフォームじゃないし、みんな蹴り方もパスの方向方もトップ選手とも全員違うわけやから、いろいろと教わりながらも自分でやって、自分の中で自分の形にしていってくれたらなと思います。はい、ということでここからはタッチフットなんで一回見せてください。